いやそうなんだ、だからここはやっぱ北海道の人しか知らない居酒屋さんなんだよね。あ、うん、麺がやばい、今日一番うまいこの麺。あ、うまっ、うまっ。というわけで仮眠取りました。はい、18時半すすきのスタートということで、マジ15分ぐらい寝たら、でもまあまあまあすっきりしたかも。まあまあすっきりした普通に、うん、まあ、だけどブラック日課スタートということで、はいはい、でマジですすきのこと本当に1ミリも何も分かんないので、とりあえずあの目に入ったやついきますか。うん、でもなんか飲みベースな感じで、うん、ここはいきます。後編はそうだね。はい、いや縁気になるけどな。縁行きたいよね。うん、縁にめっちゃモチベ感じてんの俺たちだけなんだろうね。いやそう、でもうみんなのソウルフードな感じなんでしょ多分。多分あの東京でいうワン。あ、なるほどね。おそらくね。でも焼き鳥だよね。あ、そうなんだ。まあ、とりあえず練り歩きますか。はい、まあどこまでも続いてるとは思うんですけど、まあ、ここら辺ちょっと一帯巡ろうかなと思います。ザ・すすきのな場所行くか。うん、縁この一帯に7個ぐらいあるけど。マジで。あ、じゃあここにこうやって、こっちにある、こっちにある、こっちにある、あっちにもある、ここあっち行こうかな。あそこに、はい、あそこら辺にある。渡って渡ったら、あ、てかもうこれ種麹なんだ。ほんと、何も分かってないんだな俺だって。これいわゆる種麹ってやつだね。いや種麹ここじゃないでしょ。 あっち行ったとこでしょ。え、でもそこ種麹だよ、こっちでしょ、こっちでしょ。この辺を一帯はさ、すすきのじゃん。せやんね。お札ドラじゃん。え、ほんとだ、これ札幌ドラッグストアね。昔あの京月と仕事したことがあります。ああそうだね。はい、俺たちのポップが出てたことがあったの。成功マーク。いる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 。いや、いるだろ別に。いる。北海道こそいるだろ。びっくりした。いる。あぶねえ。くる。でかくね、広告。いや、でかい。札幌広告でかくね。うん、縁ってマジで東京にないから。いや、一応調べた方がいいかも。え、でもマジで見たことなくない。じゃあ、空町に入ってる。でも北海道発祥ならいいよね、別に。うん。ああ、会社所在地、本店が、本社が札幌にあるわ。当店では飲み放題のお客さんにも全て生ビールを提供しております。札幌またはサントリーの工場より毎日自社超低温流通システムより鮮度抜群のビールを配送してます。おい、間違いないね。あ、もう着きますね。こちらです。はい、どん、こちら、はい、炎炭火酒屋縁、話行ってみるか。うぃ、前回この時間でもな、満席あったからな。そうなんだよね、札幌クラシック飲み放題だって。いやでもほら、満席の香り、マジ満席の香りがする。はい、というわけで縁に入店したんですけど、いや飲み放題がやっぱいいということで飲み放題しました。で、すごい120分で1000円。マジで安い、ね、お通し300円別でね。うん、それでも安いよね。で、いやでもそっか、やっぱ安いからみんな来てるのか。そこまで90分にしました僕ら。はい、90分であの825円。安っ、コスパよ、助かるね。これ素晴らしいですね。しかももうすすきのど真ん中でね、ピーチ、リッツカールトン、うん、今円という感じで、うん、もう程よくこうバランスよくね、そう抑えるとこ抑えてみたいな。あ、リッツガチな感じでいくんだ。うんうん、で狭いかったなリッツ。やっぱ安心安全新鮮なクラシックが届けるということで、はい、僕はクラシックにしました。いやクラシックいいね。でお兄さんビールも苦手ということでレモンサワーですか。はいはい、届きました。はい、クラシックとレモンサワー、相性が元祖レモンサワーってやつ。いや、いいっすね。はい、めっちゃキンキンになるこれ。いや急げ急げ、飲み物だから一人頭5は行こうな。学生みたいなこと言ってるやついます。いただきます。あ、ゲチパネー、ゲチパネーは本当にクラシック、ちゃんとクラシック味だった。 100% 本物クラシックキンキンハイボールだね。ちょっと見てみたい。うん、ハイボール、あー普通のビールよりなんか飲みいいね。やっぱ流れてるからあの北海道の地。あ、なるほどね。うん、でもなんかさ、飲み放のさあれってさ、友達が言ってたんだけどさ、なんか鉄の中をシュッてて作るじゃん、うん、飲み放題のビールって、うん、その鉄の空洞の中をちゃんと掃除してるかどうかっていうのが結構味として出てくるらしくて、鉄の味がするんだって。ほんとね、掃除行きたいみたいなところはね、あのカビの匂いがすごくて。あ、そう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 、マジで本当に臭いとか臭い。やだね。縁がそこんなとこね、ふざけるわけないじゃん。確かに全然もう美味しい味しかしません。で、おい北海道牛乳も飲み放題だぞ。え、マジで言ってる。うん、入れとくで。とりあえずそれ飲もうよ。いや、だからそう、お酒だけじゃなくていいから。え、ホッギュもいけんの。
マジ熱。あとカルピス牛乳もいけるわ。え、カッキューもいけんだ。うん、すげえ。あとメロンミルクも。え、メンミューもいける。メンミューもいける。メンミューもいけるわ。すごっ。北海道牛乳のカクテルだって。え、ホッツカーもいけんだ。うん、とりあえず挟もうかな。え、てかすごいね、こんなにさ、お酒の種類入ってさ、こんな安い飲み物って、それは埋まるわね。だってさ、飲み本のさ、メニュー見せてくださいって言ってさ、それ用の別のが来るとか思ったらさ、うん、普通のお酒のメニューのやつのままだよね。知らんかった。ここから選んでいいよみたいな。動画撮ろうかな、明日。カメラマンやりましょうか。大丈夫ですか。一人で撮れる、大丈夫。2部やろうかな、うん、ちょっとメヌー見てっか。メヌーなんか、眠気と満腹度と酔いで、なんかもうよくわかんないテンション。いろいろ、あと旅行とね。はい、何があるの？これ結構すごいこと書いてる。これ食べたことあるの昔。生から焼き上げる伝統の味、すべては口の中にあふれる肉汁のために。生つくね言ってもいいけど、なんかそこまで別に串の気分でもないっていうのがおもろいとかあるんだよ。酒は飲めるけど腹はちょっとね、パンパンだよね。そう、なんか優しいやつない？オニオンスライスとか。やさ、あ、トマトとかない？いやでも安くね。え、待って、ビバイの焼き鳥あんだけど。深川じゃなくて？これね、ちょっとね、言いたい。これめっちゃ食べてんだよね、俺よく。どこで？ビバイって焼き鳥が結構有名なんだよ、うん、で、そのビバイの焼き鳥はなんかもつみたいなのが入ってるんだよね、うん、あとちょっと卵みたいな、卵の黄身みたいなのが入ってたりするんだけど、全然味違うんだよね、これ。おお、じゃあいいですね。だって俺東京で北海道フェスやってて、わざわざビバイの焼き鳥だけ買いに行ったりしたぐらいめっちゃ好きで。おビバイの焼き鳥マジおすすめ。ニーハーじゃん。え？これ知らなかったでしょ。うん、でしょ、うん、隠れ有名なんで、どっちかっていうとこれは。そうなの。ビバイの焼き鳥行きましょうよ、ビバイ。まあ、ちょっとお腹いっぱいなんですけど。でもビバイの焼き鳥でもマジで1本だけ頼もうかな。これ本当おすすめ。いいね、初ね、初せめて初。じゃあ俺初串行くわ。あ、いいね、いいね。やはり初は気になる、うん、その店の。 でもアスパラベーコンもうまそう。あ、来ました。来ました。ラーメンサラダ。でやっぱ美味しいよね、ラーメンサラダ。懐かしい、ね、もうこれドエってなるやんね、普通に見てる人はね。ほらもう意味不明じゃん、ザンギ特選とかさ。あ、じゃあもう本当に北海道豊かだね。すごいね。でもザンギを食う今余力がないな、あんまり。ラーメンサラダも食いたいところあるけど、ラーメン食うからな、この後。そうなんだよね。まあラーメンサラダはね、山岡行きてえから、マジで。あのマヨネーズベースな。そうだね、ごまだれとか、ごまだれマヨネーズっぽい感じの、うん、結構美味しいですね、これもね。あ、あれに近いかもね、あの東北沢の千里眼の混ぜそば。ご刺身お天盛りも結構いいやつかね。ご刺身お天盛りが、あ、3人から4人前で1590円。刺身で3本だけいいっすか、ね、自分作戦の東門刺し、うん、サーモンだけちょっといいっすかね。好きだね。さすがにサーモンあれば無限に飲めるからさ。でもさ、サーモンとか食べるとさ、うん、口の中が磯臭くなっちゃってさ、お酒がそういう磯の味になったりしてね。そんな繊細なことある？コップもさ、磯臭くなんない？それはあれか、魚介苦手なタイプのマインドなのか。うわ、なんかちょっと全部がうまそうに感じてしまうの。あ、ユッケあるよ。え、しかも生食用だって。あ、馬肉だ。馬肉だ。ユッケ行ってもいいけどね。カニ味噌とかもさ、あんまないよね。え、居酒屋には人気ナンバーワン。で、お前飛ぶしょ、これ。うん、これ俺飛んじゃうから。じゃあ一つ俺が行くわ。うわ、これちょっと飲んでみて。スピリッツがすごいから。うん、で、だから分かってない、あの飲み放題の戦い方を。飲み放題のレモンサワーってさ、結構酔うよ。業数のレモンサワーのもと多分使ってるから。あれやばいよね。そう、あれマジ酔うよ。飲みやすいけど、やっぱ名前の書いてるハイボールとかビールとか。そうだよね、うん、これが入ってますよ。無難ではある。え、でもこだわり酒場だよね、ここ。そもそもサントリーだから。ほら、こだわり酒場だよ。何頼んだのお前。普通にレモンサワーだよ。元祖レモンサワーだ。こだわり酒場じゃないやつ来たの多分、うん、じゃあこだわり酒場のデカレモンサワーにしておいたら無難だったね。なんでデカなの、別に普通のやつないの。じゃあ 俺ブラックニッカハイボールで。ブラックニッカハイボール、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。これがブラニーね。2杯目。僕も。あ、じゃあ、ジムグラスで。ジムグラスなんですけど、僕はブラックニッカハイボールです。ブラックニッカでジムです。え、ブラックニッカクリアみたいな感じだけどさ、うん、それは普通のブラックニッカ一番安いやつ。あ、よく見るやつ。なるほど。俺はニッカセッションなら家にある。あ、素晴らしい、素晴らしい。あれ美味しいよね。あれ美味しいですね。あれも完成されてます。高かったんだよ、あれ。うん、あ、もう一個いいのあるよね。青いさ、ブラックニッカみたいな。あ、ディープブレンド。あ、ディープブレンド。あれも美味しい。あれは素晴らしいです、うん、クオリティ的には。お通し見せてごらんなさい。おお。お、お通し珍しい。バニラアイスクリームですよね。違うだろ。違うだろ。にしてはバジル振りすぎじゃん。違う、うん、バニラアイスクリームじゃないこれ。確かに。あ、いただきます。これは 100% 北海道産ポテト中央やな。
うん、懐かしい味するね。なんか何でも美味しく感じるよね、やっぱ、うん、本当に北海道食うと。うまい。こ、こいつ。いや、分かってたね。完全に岩瀬に来てるね。ベルト酒場の男がこっちに来たぞって。ベルト酒場別に強くねえから裏で強くねえから、酒好きなだけで。ベルト酒場だからちょっと飲ましとこうみたいになってる。いや、お前んちで作る、お前が作るやつの方が濃いよ。あ、ほんま？あれ濃いよ、マジで。あ、ほんまに？これぐらい入れんじゃない？ウイスキー1対3じゃん。悪い？いや、悪いって言ったよ。いや、濃いって。悪い？あれはなくなるわ、あれでやってたら。はい、というわけで、とりあえずカニ味噌届きましたね、これ。炙りカニ味噌。うわー、まがまがしいね。すごいね。うまそう。しゃもじで食うんだね。こうきた。お、怖っ。こうきた。これ醤油かけるのかな。なんか醤油かけてくださいみたいな雰囲気あるけど、そのままなんじゃない、味噌だからさ。あ、マジで。じゃあちょっとそのままいってみて。こう食べてみたら、うん、俺さ食べらんないから。こう、うん、こう食らっちゃっていいんじゃない、そのカニエウエスト。なまらうめえな。あ、うまいんだ。うんま。え、これ絶対お前もいける。いや、俺気持ちがマジでわかんない。早い、はい、あの違う、じゃん、カニ味噌って、うん、これ結構ライト、うん、マジでうめえ。マジマジでうめえ。もうカニ味噌ってマジで信用ならない。はい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 じゃないんだってフロア盛り上がってきた。フロア一人だけ盛り上がってきた。ホントだ、これだけ。いや、いつ、マジでマジで。ちょっとペロワンペロワンペロワンペロ。あ、でもそんな、いただきます。全然いけるよ、いけるいける、マジでいける。うえマジで言ってる、こんなうまいものを。なんでエビは大丈夫だって。あ、これ何これ、梅、梅の漬物みたいな。あ、魚介が苦手すぎる。てかこれが超うまい。これうま、これうまい、うま。あの茎わかめみたいなね、これ。うま。あ、すごい。あ、世界最小のレンコンだね。世界最小レンコン来た、うん、マジで最小。あ、うまっ。これがいい、最高。来ましたよ、そして。あ、じゃん、世界の生つくねですか、これ。もしかして、これがこの園の名物。そうだね、生つくね。これ塩とタレだね。そう、生のような感じで作ってるってこと。てか半生で作ってるとかってこと。行ってみてよ。ちょっと分からない、食べてみて。生つくね、ちなみにこれ百何十円とかだった、めっちゃ安い、うん、いただきます。あれ、カニ味噌と同じ人とは思えないリアクションですが。え、おい、手おかしくなっちゃったじゃないか、うちのハル君が。え、マジでうまい、うますぎて。え、何この柔らかさ。なんかふにゃふにゃなんだよ。で、うまみがすごい。何これ、マジうまい。ふわふわ、食感柔らかいの。え、マジで美味しい。うん、柔らかい。味が染み込んでる、めっちゃ。じゃあ行ってみよう。あ、ちょっとマジ食べてみて。多分、じゃあこれタレの方で。うん、え、ビビるよこれ。いきます。うますぎて。うわ、うわ、うわ、すげえ、OAD うまいだ。OAD うまい。しかも結構縦に跳ねるタイプの。だけどクラシック。はい、早い。5秒できました。もちろん、すごいね。なんかね、めっちゃ美味しいよね。イメージで言うと、こう豆腐ハンバーグみたいな。なんか、すごいね、弾力は感じるんだけど、うんうん、ふわっとした。中身がね、もう、ふわふわなんだよ、とりあえず、綿みたいな感じで。え、でもさ、その豆腐ハンバーグのような、味の優しさじゃないよね。ちゃんとつくねの味だよね。すごいよね、ラーメン2杯食べたばっかなのに全然食べれちゃう美味しさ。うまっ。これ、あ、きついきつい。ちょっとこれわさびつけてみようじゃん。それ、はい、辛にしてよ。なんで、どうやって食べるんですよ、ちょびちょび食べるんですよって。うわうわ、ここ食べるんだよね、実際だよね、多分ね。ごめん、あの箸で食うとかから申し訳ないですけど。ああ、確かにね。まあまあ、もうここから洗うと思う。幸せだね、なんか、うん、やっぱなんかいつか北海道帰ってきたなって思うわ、うん、いつかね。
あ、野菜串頼もうかな俺。お母さん、明日実家行くわ。タイクカーでアンティークブルーに行って迎えに行くってことでバスに乗ったら教えてください。アンティークブルーって何？タイクカーにのさ、シャッター商店街あるじゃん、うん、歌屋とかのらへん、うん、にある。あー、わかった。ウイスキーが600種類ぐらいあるバー、はいはいはい、バーがあるんだけど、そこに行きたいっていうだけ。お母さんも？え、俺よ。あ、なんだ。そこで飲んだらちょっと迎えに来てくださいって言って。なるほどね、うん、自分で帰れ。今、すすきは今飲んでるんですけど、縁っておすすめありますかってストーリー投稿したんですけど、うんうんうん、ピッチャーでもらえますだって、お酒は。え、あ、くださいって言ったらくれんだ。うん、赤もつのタレがおすすめ。あ、生つくねとザンギがおすすめだって。あ、だよね、うん、生つくねだよね。まあ、ザンギはあのうちのお母さんのが一番美味しいからいいとして、うん、生つくねは美味しかった。生つくねチャーハンもあるんだって。そう、つくねチャーハンも。あー、だチャーハンっていうのもさっきあったかも、うん、で、生つくねスープ。あ、やっぱ生つくね行ったんだ。生つくねスープ飲み放題なんだよね。じゃあ俺らも縁を知ったと言っても、うん、そう過言ではない。いや、いや、あー、美味しい。お前が絶賛するビベの、そう、ビバンの、ほんまか、肝みたいなやつと黄身が入ってんだよね、これ、うん、いただきます。いや、マジ懐かしい。なんかね、お祭りの味なの。あー、でもね、その表現はね、すごくよくわかる。わかる。なんか炭火の焼き鳥とか食べた時にさ、お祭りの焼き鳥みたいっていうのが別に悪い表現じゃなくて、狙って素晴らしくエモいなっていう。そう、思い出補正がね、何倍もこう増幅させるんですよ、味のクオリティを。そもそもお祭りはさ、ちょっとこう、そういう匂いがするじゃん、炭火の匂いみたいな。そうだね。っていうのもあるんだけど、マジでリアルに食べてたやつだから。うん、いやー、すごい美味しい。懐かしすぎる。ちょっと食べて、マジで食べてみて。これ、黄身の部分、それは。あっ、うわっ、うわ、分かる。その炭火の香りがさ、文化祭とか思い出さないの。竹川祭り、うん、そう、滝川祭りなんだよね。あ、何あの滝川の祭り、名前なんていうの、あれ。分かんない。文化祭の時期にあったじゃん。あるあるある。あの滝川中のカップルが見せびらかす場ね。うん、あ、懐かしいな、うん、そこまで彼女の存在も隠すんだよね。かがやくんが、うん、彼女と手つないで歩いてたわ。かがやくん、夏見せつけてんのかっていうぐらい元気。かがやくん元気。あー、いや、すごいわ。でも現時点で縁が人気な理由わかるわ。わかるよね。なんか東京にいるとよりね、感じる、うん、あ、コスパもいいし味もいいし、うん、これは人気出るわというか当たり前なんだろうね。ね、こっち定番なんだろうね。ね、本当に美味しい、うん、え、東京にないんだよね多分。うん、どうなんだろうな。でも実際でもさ、北海道料理だからあんまりその受け入れられないみたいなのもあったかな。あの新時代が、あ、なんだっけ、あ、新時代、あ、新時代、そうし、いや、もう出てたじゃん。新時代とかはあの実際名古屋からさ、こう侵入してきてるじゃん。もう今三茶とかにもあるからね。え、三茶の新時代ドーンってあるよ、三茶。あ、そうなの、うん、渋谷のイメージだわ。だ、新時代ってあれもともと愛知、名古屋、そうだ、ね、名古屋とか愛知のから出てきてるじゃん、うん、実際縁もね、知らなきゃあるかもしれないけど、別にまあそうだろうな。新時代とかに比べると新時代は相当安いじゃん、実際は、うん、あそこはなんかさ、もっと安さ特化だよね。本当にないっぽいよ。すすきの5店舗、札幌5店舗、西区3店舗、南区1店舗みたいな感じで、あ、1店舗だけ船堀ってどこ。東京じゃないし、絶対ですね。江戸川区船堀ってところに1個だけあるんだって。まあでも江戸川区船堀に縁めがけていかないもんね。いや、いかないね。あ、だからもう実質北海道のみだね。函館とかにもある、釧路とか帯広にもある。こう、そういう戦い方なのかな、ね、地域密着型じゃないけど。そうだね。いや、そうなんだ。だからここはやっぱ北海道の人しか知らない居酒屋さんなんだよね。あ、動画で来てよかったね。そうだね。みんなもさ、えーって感じじゃない？いや、逆にみんなからしたらえーって感じで多分。え、おっ、あ、そうか、当たり前のど真ん中だろ。北海道民の視聴者さんも多いから。確かに。縁を知ら、ご存知ではないって感じになってる。僕たちはやっぱあれなんですよ、北海道出身で北海道でここまでいたけど、大学から東京に行ってしまったから、お酒飲める年の前に行っちゃって、で年末年始お盆帰ってくるけど札幌にいないから、そう、地元だから、滝川とかその辺で飲んじゃうから、すすきので飲む経験もなくて、知らないんだよね。絶妙に知らずにこう来ちゃったみたいな、うん、でも今考えてみれば学生の時になんかおたげしに札幌来たことがあって俺、はい、そんな時代もあったんだけど俺、お前がね、俺じゃなくてね、うん、そう、その時に連れてってもらったかも、先輩に。縁って言ってたなって思ったけど、でもそんなことは分かってなかったね。俺も行ったことあるけど覚えてないから、もはや。いや、だからすごいね、ここは結構やっぱ動画的にもやっぱ面白い。チェイサーで北海道牛乳頼んでくんない？あ、そうか、2杯。これバカ珍しくない？乳脂肪分当てチェックしよう。
いいね。うまい。うまいけど 3.6 ではない、多分濃度的には 3.6。 あと 4.2 の特濃ね。うん、他の 4.4 ね。特濃 4.0 だっけ。あの緑のやつでしょ、うん、あれ相当やばい。めちゃくちゃうまいな。写真出しとくわ。いや、うまい。北海道牛乳だけだけなんでこんなうまく感じるんだろう。てか牛乳とか今めっちゃ高いじゃん、ね、牛乳が飲み放題って変だよね。確かに飲んどかないと明日の分も。これ飲みすぎて牛になっちゃう。さっきエビになったのに。マジで早いな酒。普通は飲み放とかさ、提供が遅いとかあるじゃん。確かにね。マジで早いね。ちょっと時間かけてみたいなね。これどっちがどっちのどっち、こっち角で動画見ても。そうだ、角で来てる。いろんなグラスで織りなしてくれる、ね、札幌クラシックジムビームもあるからね。あ、元園庭員です。来ました。じゃあ、石焼きチーズビビンバと赤もつのタレがおすすめです。あとユッケ。おお、お肉ユッケ。なんか赤もつって何。赤もつって誰、誰それ。誰赤もつって。もつ、赤もつってなんか名古屋っぽいけどね。あ、赤もつの串来ました。え、赤もつってなんだっけ。もつってこと。いや、ホルモンだね。安っ。じゃあちょっと最後赤もつの串だけいく。うん、赤もつと北海道っぽいやつがいいな。じゃあ赤もつと、でもアスパラベーコン実際いいけどね。今季節だからね、北海道のアスパラって。早くない、夏でしょあれ。いや、うち届いたよこの前、先月。太い。いや、太かった、バカ太かった。俺がもらったやつは。マジ。いや、本当に美味しかったんだよねアスパラ。じゃあアスパラベーコン串と、じゃあ赤もついって終わりにしましょうか、うん、あー素晴らしいです、最後。じゃあちょっとアスパラとね、これ食べて。うん、うまっ。うまっ。マジマジ。あ、こういう感じなんだ。俺もっとそのホルモンホルモンしてるんだと思ってたから。そう、あ、こんな弾力いいな感じなんだ、うん、あー、やっぱでもうまいね、アスパラベーコン。じゃあまあ一旦縁はこれで終わりにしたいと思います。縁、はい、も竹でございますが、縁、はい、終了でございます。はい、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。はい、破壊。はい、ごちそうさまでした。いや、お会計3700円くらい引いた。いやえ、マジで8000円くらい。2人で5000円弱くらい。いや、縁素晴らしい。いや、やばい、うん、これもうマストできたいね。そうだね。またすすきのって観光地部類かわかんないですけど、観光地はどうしても高いじゃないですか、お酒とかね。マジで北海道にしかないと思うんで、この居酒屋は。そうですね、江戸川区にしかないみたいな。はい、僕らもほぼ初めてぐらいのテンションで来たんですけど、はい、いろいろおすすめも教えていただきありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、あの山岡屋ここまで行くんですけど、30分ぐらい時間あるんで、まあ、ちょっとブランドしていきましょう、はい、そうですね、はい、はい、なんかもうそこに山岡屋あるんだけど、はい、ちょっとまだ30分ぐらい時間あるということで、はい、なんかこんなに北海道にしかありませんよっていう名前の、じゃん、北海道唐揚げの大衆居酒屋。まあここで一杯引っ掛けて山に向かってっていう説はある。そうですね。俺店でザンギ食ったことないかも。確かにないよね。ザンギって言われて食べたことあんまないよね、うん、しかもさ、いろいろ今探してきたんですけど、飲める場所、立ち飲みの場所とか、うん、結構パンパンだったんですよ月曜日ね。すごいねっていうのもありまして、で立ち飲みも別にめちゃくちゃあるわけじゃないから、でこの前行ったとこ行こうかなと思ったけど、めちゃくちゃ満席で。そう、ダメでした。探すのもあれなんで、もうここにしちゃいますか。まあいいんじゃないですか、北海道にしかなさそうなお店なので。うん、もう調べずに行きます。こっちにもでも岩見沢の精肉店とかあるね。マジで。ちょっと一周こっちだけ見てみる。でん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 。生ビールなな飲み放題825円。え、安安くねっていうか、結構安い。これのがおもろいやん。これでちょっと、え、すごい、下がり490円。2、3品生かしてもろて、ジンギスカンもあるし。こっちにしてみるか。うん、こっちにしよう。結構いい。でん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 。じゃあ入ってます。でん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 。ちょっとなんか北海道っぽいやつ、とりあえずジンギスカン行きたいかな。確かに。お腹パンパスカパーンなんで。なんかその生ラム、うん、これは、いやマジでそれなら味付けの方がよくね。おすすめだよマジで。いやでもね、味付けにしようか。うん、味付けがいい俺。じゃあ味付けのジンギスカンと、じゃあ道産ホルモンいこうか。いいね。ぐらいかな。とドリンキンドリンキンドランクンは、ドリンキンドランカンドランクン、安い、いいお店。じゃあ俺ブラックニッカにしようかな。俺もブラックニッカにしようかな。はい、北海道に来たんで。何の縁か、縁の系列でしたね。すごい奇跡。 あの後北海道ザンギに入りかけてたのに。まあ、だけでブラックニッカハイボール、はい、僕も、はい、ハンツパーイ。ラーメン屋行く前の肉屋なんで。あ、白杯味焼かしていただきます。こっちがその味付けでジンギスカンで、こっちが道産ホルモン。おー、いいね。北海道産ホルモン、うん、量多いね。うん、どっちから行く。ホルモンは焼いとくか。でも、ただホルモンが倒しとく。うん、
で、ジンギスカン食べてライス欲しいな、糖質欲しいなの状態で山岡行くかじゃ。確かにね、うん、まずじゃあホルモン行くわ、動産ホルモン。滅びのバーストストリーム、うまそう。てか動産って魔法の言葉じゃね、マジでね。何でも美味しいとされちゃうよね、うん、1000年に一度ぐらい魔法の言葉なんだけど、うん、はい、あざー。結構量多いね、1年前でさ、ね、これだけ来るってさ十分よね。ね、十分。マジイカつくない、北海道のバレリンス。いや、感じね。でも店員さんが店員全員さ、えってなることある。でも俺ら長いからね、もう言うて、うん、当時からなんか北海道出身でやってるやついるらしいよみたいな、で、なんとなく聞いたことあるみたいな、うん、とかね、とかあるかもね。どう、悔しくない、さっき女の子に講座で言われた、ね、あ、昔夢だったって。いや、俺は昔に有名だと思ってくれてることがありえてえだと思って。ああ、それこそね、うん、有名にまでなったかって思うもん。確かに俺はハテって感じだったもんね。昔一世を風靡したかのように言われたからさ。でも実際これでジンギスカンも食べれるわけじゃん、締めで山岡も行けるわけでしょ、この後。結構今日一日最強の北海道グルメ旅できてんじゃない。めっちゃいろんなとこ行けてるよね。だってエスコンなんか新たな名所じゃん、北海道の。5、6時間前ぐらいエスコンにいたの。そうよ、信じられないんだけど。絶対に試合ある日に行くわ俺ね。てか西里マジで行くわ。確かに西里行きたいよね。うん、西里マジで行きたい。これホルモンってどこが焼き加減？生でも食べちゃうって人いるよ。でもこれぐらいさ、なんか薄いと別にもある程度は焼けばいけそうだけど ね、うん、表面だけでも通せば。動産ホルモンってどこのホルモンなんだろうね。さあ、もういいんじゃないですか。はい、ちょっともう大丈夫ですね。もう大丈夫られますね。もう大丈夫だす。うん、大丈夫だすよね。え、これでさ290円、結構量安いよ、動産ホルモン。税込み319円、290円。どうぞ、いただきます。何系なんだろう。うわ、うまー、熱い。もうほんとでもザ・ホルモンって感じの食べ慣れたホルモン、うん、懐かしいこの匂い。子供の時さ、噛み切れなかったね、なかなか食べれなかったね。これ苦手だった、これ変な味じゃん。うん、わかる。でもそれが今癖になって美味しくなってるよね。はい、いただきます。マセチューセッツ工科大学で。うまうまいい表現、お祭りの味ね。お祭りのやつが友達ん家でやったバーベキューの味。うん、でもバーベキューはさ、やらないからね、東京の人とかは。そう、ちなみに家の庭でやるから、北海道民は、ね、いや、何かそう言って、でも人の庭でやってるやつに参加するから。ああ、あるね、うん、それ友達ん家がやってて、自分も入るみたいな。東京のさ、住宅街とかってさ、つながりのレベルが違うじゃん、そもそも、ね、全員顔見知りだからさ、田舎ってなってくると、うん、そうだね。そもそもさ、やっちゃダメだからね、あのバーベキューとか。あ、そうなの。そう、警察来ちゃうから。うめえ、ちょうどいいこのホルモン。ね、ちょうどいい、食べるし重くないし。ジンギスカンも焼いちゃう。あ、味付けのジンギスカン一番うめえからな。いや、マジで味付かないジンギスカンも食べてほしい。それただのラム肉じゃん。これ結構美味しそうだね。でもジンギスカン定義ってむずいよね。そのジンギスカンって、あのジンギスカン鍋で焼くのをジンギスカンっていうのもあるし、あ、ジンギスカン鍋ね、ラム肉のことをジンギスカンってそもそも言う人もいるし、なんか定義わかんないよね、いまいち。なんだっけ、ジンギスカンって。ラムなどの羊肉を用いた日本の焼肉料理のこと。あ、じゃあそれを総称して言えるんだ。じゃあまあ一応そうだ、ね、なるほどなるほどね。でもよくあるジンギスカンっていうのはこの鍋かもね。まあそうだよ、ね、地球儀みたいな。じゃあ一旦このまま行ってみますか、うん、じゃあいただきます。でもうまいよ。あ、うまっ、うわっ、やわらかっ。うわー、マジで一番さ、帰ってきたなって感じじゃない、ジンギスカン食べる瞬間が。うまっ。あ、マジでうまい。うまくない、うん、でもこれが 味付けじゃなかったらどうなんの。染み込んでないってこと。染み込んでない。いや、ラム肉のいい風味と、でもこれにちょっと近いよな。ああ、うん、あなたが想像してるジンギスカンは生姜焼きなんだよ、味付けが。まあまあそうだね、生姜と醤油につけてるから、ね、そのめっちゃ美味しくない、これ。いや、これうまいな、このジンギスカンうまいな。あん、はい、ということで、泥酔中の僕たちはとある場所にやってまいりました。あ、泥酔してる感じ。はい、でここは結構珍しく山岡屋が3店舗連なっているっていう店舗で、ここは味噌ラーメン特化で、山岡屋前回行きました。で、今回は味噌ラーメン山岡屋、はい、前回ちょっと許可取りできなかったんだけど、そう、今回 OK ってことで、ありがてえ、行きましょうか。はい、
来た。本当はここが目的だったんだよ。味噌ラーメン専門なんだよな。どうしよう。え、だからホタテとかもあるよ。え、待って、ただの普通のあれじゃないんだ。ちょっと待って、マジやばい、めっちゃある。いや、これ醤油行くのさすがにアホじゃん。ね、じゃあさすがに札幌味噌ラーメン1とだね。白味噌しようか。白もあるんだね。そうだね。いや、確かに白と普通の塩もうまそうだけど、さすがに味噌でいきます、うん、これ1店舗しかないから、北海道に。北海道3店舗ぐらいあったっけ。でも北海道しかない店舗だから。え、ってことは何、日本に1とか2とか数店舗しかないってこと。3店舗ぐらいしかないよね、確か。味噌ラーメン山岡屋はね、北海道にしかないよね、それは確かに。これこういうことやってくるよ、山わさびご飯。あ、やばやばいね、これは北海道限定だね。山わさびマジでおすすめですね。あ、じゃあお前ネギ足す。あ、足そうかな、バカだから。実際もうバカやっちゃうんじゃん。俺バカだからネギ足すわ。うん、一生バカでいい。で、俺白味噌しようじゃん。じゃあバカだからチャーシュー足そうかな。うん、バカだから、バカだもんね。チャーシュー食べやすね。冷静にいくわ。それは酔ってなくない。ビンビール頼むじゃん。あ、え、生ビールとハイボール売り切れですね。うーん、これはアハーンやな、これ。お、ちょっと英語すぎてわかんないって。あ、メッセージ for Zoo's customers, customers who are driving the roads against the wind。 あ、なるほどね、なるほどね。ドライバー様が飲酒される場合は運転代行サービスをご利用くださいって書いてあるね。ご承認いただける場合のみ購入ボタンを押してご購入くださいかな。うん、再入場はできませんって書いてますね、この完全に。ディズニーランドじゃん。うん、はい、ここに来たのは朝日スーパードライ。イエーイ。てか、山岡で瓶ビールっていうのも、まあ、珍しくもないかもですね。まあでも普通にね、ラーメン屋さんって考えたらあんまないもんね。ちょうどあと1杯分ぐらいの腹残ってるわ。ほんとギリギリね。うん、乾杯するか。はい、じゃあ乾杯。イエーイ。イエーイ。ビール嫌いやん、お前っていうか。ビールしかなかったんだよ、うん、でもキレッとして飲んだら飲めるかも。キレなんだなと思いながら、喉に入れたいっていう、喉乾いた時にっていう認識の方がいいかも、味わいっていうよりは、うんうん、なるほどね。なんで28歳に俺ビール飲み方伝授しなきゃいけない。確かにそれ結構飲み方っぽいわ。で、うん、さあ行きます。デル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 サムネ撮っとこう。うわ、白味噌。うわ、麺がマジだよね、思ったんだよ。やだやだ、まず1個出ちゃう、縮れじゃん。そうなんだよ。え、待って、違うよね、この時点で、うん、しかももうだいぶ北海道味噌特化で、あのもやしも入ってるし、やばい、メンマも長いし、全然違うんだけど。さあ、というわけで、あ、麺から行くんだ。でも山岡屋好きの方らは分かると思いますけど、明らかに麺が違うよね。うん、当たり前に違うね。これ北海道麺だって。で、生姜も乗ってる。うん。一回スープ行くわ。うわ、すごいスパイシーだぞ。結構なんか本格感ある味噌っぽいよね、見た目は。なんかさ、外観では想像できないような味だぞ。特製味噌って甘いじゃん、実際、うん、山岡屋の。いただきます。うまっ、うまい、麺がやばい、今日一番うまいこの麺。マジで、いろんなラーメン屋さんに食べてきたんだ。お前、信玄と一元よりうまいっていうのか。信玄一元超えの麺かも。麺がめっちゃうまい、卵麺の真髄。ネギがね、結構ごま油となんかスパイスの効いた何かと絡まれてるのかな。ラー油かな、それがめっちゃ美味しい。で、これはひき肉とか入ってますね。いや、待って、酔ってるだけ？一番うまいかも、マジで。いや、俺がシラフで判断するわ。お前ほど酔ってねえから。酒坂土下？今日ね、おととい飲み始めた男がよ。見てやるよ。じゃあ、マジで、ほんとにうまい。じゃあ、冷静に判断するわ、マジで。うん。結構ラード浮いてるんだよね。うん。ほら、わかる？そうだね。だこのなんか、非乳化な感じは、ちょっとスミレっぽいよね。うん。非乳化ベースの状態いってみるね。いただきます。甘いね、やっぱ白味噌だから。あ、そうか、そっち白味噌か、うん、甘ベースだね、うん、赤系じゃないから。クオリティ高くね。でもマジでうまくない。麺食べてみる、うん、思わず恋をしちゃいそうだ、これ。山岡屋に麺、あ、これ噂の麺がちょっと想像以上なんだよ。いただきます。
麺うまいね。めっちゃうまくない？結構片麺だね。てかオーダーなかったね。なかったよ。だいぶ片麺だね。確かにオーダーなかったね。チヂレで結構短めの麺なんでね。これ、短めじゃん。濃厚な味噌と非常に絡むんだよね。え、なんか良くも悪くも山岡屋じゃなくね。ね、山岡っぽくないね、また。まあ豚骨じゃないもんね。本当味噌ラーメンって感じ。え、ちょっと待って、こっち食べてみて。白も食べてみたい。多分ね、味違うね、全然。これ札幌味噌だね。で、そっちは白味噌。なるほど。いただきます。あ、うまっ。あ、うまっ。全然違う。あ、全然違うね。違う、こっち甘いじゃない。うん、甘い。コクもあって、いや、信玄より。あ、うまっ。はいはいはい。いや、うまいね、こっちも。麺うまっ。なんか山岡屋とは思えないぐらい重厚感ない。何これ、違った味。いや、麺結構感動するで。でも結構量がいかつい。量多いよね。美味しいよ。うまいわ。玉ねぎ、ひき肉、ネギ、札幌味噌ラーメンって感じじゃない、具材は。だ、王道だよね。ちょっとつみれとかに近いかもね。確かに。うめえわ。これうまいよな。でも俺こっちの方が好きかも、普通に。札幌味噌の方が。どっち？こっち？いや、こっち。ああね、そうだよね。でも白味噌の方は馴染み深い。甘くて美味しいから優しい味だよね。生姜入ってんのよ。で違うんだね、味が。でもチャーシューはね、多分これ一緒だね、見た目。ああ、なるほど。俺10枚食ったことあるけど10枚食べたの、1日で。うーん、確かに麺がうまいわね。でも山岡屋じゃないね、もはや。いや、待って、めっちゃ美味しい。ネギがマジ美味しい。でも山岡屋が運営する味噌ラーメン屋って感じだね。そうだね、実際。山岡屋の面影ないね。確かに山岡屋らしさってどこにもないか。まあ、だからトッピングとかは山岡屋だけどね。単純に。でもネギもさ、ちょっと山岡屋のネギとちょっと違うよ。なんかラー油が効いてんだよな。なんかマー油みたいな。いや、でもいろいろあったけど、堪能したな、マジで。ジンギスカンさっき食べたのでかいよね。はい。全てのピースハマった感あるよね。あれが立ち飲みだったらまた違ったわ。ね。でもなんか不思議とザンギ食べれなかったとか全然効果ないんだよ。ザンギって別に、いや、ザンギ別にそんな思い入れないんじゃない、だって。てか、ザンギだから美味しいとかないよ。唐揚げが美味しいじゃん。お母さんのザンギが一番うまいって分かってるからじゃないの。別に実家帰って食べればいいやっていう。確かに。ラーメンはまた別じゃん。ジンギスカンもね、家で食べれないから、ね。海鮮とかね。ここに来てのギャバン追加するわ。うわ。北海道のギャバン使うことになるとは。北海道のギャバンうまいかもね。まあ、違う、これギャバン使えてない。何か分かんない。エースコックだよ、多分。あ、そっちか。北海道のエースコックや。腹いっぱい。うまい。ちょうど満腹ぐらい、ね、マジで。飲んだし食べたし最高でした。風呂入って一番気持ちよく寝れるぐらいのお腹いっぱい。マジそうだね。無理してるとかじゃない、ちょうど北海道グルメを堪能したっていう感じね。まあまあ食べれる。最後にこぼしちゃう。最悪だ。というわけで、おはようございます。よし、ごちそうさまでした。最高。ごちそうさまでございました。いやー、楽しかった。飲んで、はい、シメラ食べて、ジンギスカンも食べれて。そうだね。いい一日でございました。しかもさ、その飲みのスポットが、今回はちゃんと北海道にまつわるところに行けたじゃないですか。そうだね。それが良かった。なんかただ酒を飲んだみたいなとこないじゃん。いや、なんか思った以上に縁良かった、うん。あ、そう、ちゃんと堪能できたよね。あとホテルの飲みの時も札幌クラシックとかさ、そうだね、セコマにしかないハイボールとかさ、そういうのも堪能できたから、マジ北海道来たなって感じが全然1日でもできましたね。はい、うん、まあ、ということで、まあ、この2日間にわたる、違う、1日や1日だマジで2日だと思ったじゃん。エスコンって前日だと思ったじゃん。そうや、そうなんだよ。だからマジで前編の動画をぜひ本当に見てほしいです。結構1日中いたから、なんかすごい濃密な1日だった、うん、朝6時から始まる。いや、今年も8月夏、はい、北海道来れてよかったですね。そうですね、はい、ではまあ夏の北海道動画をお届けできて、はい、よかったです。まあ、改めて今回北海道の暖かさ感じましたんで、うん、そうですね。やっぱ視聴者さんの方もね、めちゃくちゃ多くて、そうですね、すごい声かけていただいて、すごいね、なんかほっこりした気持ちになりました。ありがとうございます。また帰っていきましょう。おはようございます。おはようございます。いやー、眠い先駆けみたいな声してるわ。よく頑張ったよ、その1時間ぐらい睡眠で。いや、確かに確かに、うん、いや、もう爆睡、熟睡でした。
はい、よく頑張ったっていうかね、前の日もっと早く寝ろってやつ。いや、そうそう、はい、いや楽しかったですね。うん、でもこれ結構さ、北海道旅行に行こうとしてる方の参考にもなるようなスケジュール感だったんじゃない。札幌編ね、うん、エスコン札幌編ね。そうそう、エスコンも行きつつこっちも行くみたいな、うん、札幌も堪能するみたいな。まあこれでね、まあ、北海道編終了ということで。はい、 いや、 やっぱ楽しかったですね。楽しいですね。北海道いるだけで楽しいですし、撮影も楽しいですしね、うん、しかもやっぱ大人になってきて楽しみ方も変わってきて、うん、ね、どんな色でもやっぱ楽しめるっていうのが北海道いいところですね。はい、はい、まあ、というわけで北海道編ね、いいなと思った方はぜひコメントご覧よろしくお願いします。お願いします。じゃあまたまあ年末年始もし帰ってくるなら。そうですね。そうですね、うん、年末年始ですね。はい、はい、というわけでまた次回でバイバイ。ありがとうございました。帰ります東京に。